リーナスの法則とは同じ名前が付けられているものの次の人物らが述べたそれぞれ共に内容が異なる経験則を指す。レーモンドによるリーナスの法則は彼のエッセイ並びに書籍ガラントバザールにて主張したソフトウェア開発における法則である。リーナスに敬意を表し彼の名前が付けられている。この法則は十分な面玉があれば全てのバグは洗い出される。 もっと隠し木場って言うと、十分なベータテスターと共同開発者がいれば、ほとんど全ての問題は、すぐさま明らかになり、すぐさま修正されると主張している。コードのプロジェクトへの受け入れに関する同意を得て、コミュニティが合意形成に至るためには、コードを複数のプロジェクトの開発者に説明することになるが、それはソフトウェアレビューの単純な形式の一つである。この事実に対し、 研究者、専門家はバグやセキュリティ問題の発見におけるレビュープロセスの効果を繰り返し示しており、そしてそれは単にテストを行う以上に効率が良いとされる。オープンソースの敵対者はこの法則を批判しており、開発者の規模が効率的な作業を行うのに十分ではないと主張している。例えば、Facts and f アバウト・ソフトウェアエンジニアリングという書籍において、 ロバート・グラスは、リーナスの法則を、オープンソース運動におけるマントラであるのは、間違いないが、それが誤解を生んでいるとも述べている。彼は、彼の研究により、高度を監査する人間が過剰なほど多く存在する、場合は、多くのバグは潰されていくことが分かったが、同時に、それはこの法則が述べていることを支持するものではない、と主張している。興味深いことに、 クローズドソース開発に関する専門家はソフトウェアプロジェクトの開発において厳重に高度の独立性を担保するよう推進しているがこれにより法則の概念を暗黙のうちに支持している。ザ・ハッカー・エセックザ・スピリット・オブ・ザ・インフォメーション・エイジの序文によるとトーバルズ自身はこの法則を次の理由を説明するために採用している。 人に何かをさせる動機は常に次のいずれかの集合のうち一つに分類される。すなわち、生きること、社会における生活、そして、協楽、娯楽である。これらは、マズローの欲求段階と告示するものである。結果として、ディーナスは進歩とはより高い次元に達することであると定義している。それすなわち、彼は、人の動機づけについて、 単に生存を目的として行動するだけではなく、社会での生活を目的に行動することもあり、そして次に、さらに良いものとして、ただ楽しいからやるのである、と述べている。法則の一覧、ありがとうございます。